になるまで2年かかった。エンジンやトラクタを製造しているクボタの堺製造所に農業経営者が潜入。あ、そういうことだから間違いが起きないってことですね。なかなか見ることができない製造現場を見学し、ものづくりの改善に迫ります。皆様こんにちは。私今回の MC を務めます久保田農機国内営業部の村瀬美希子と申します。私は今久保田の堺製造所にいます。今回は私たちのお客様であります農家の皆様に日頃お使いいただいているトラクターやエンジンの製造工程をご紹介させていただこうと思います。今回堺製造所を見学する皆さんは作物作りのプロでありますグラウンドブレイカーズのお三方。まずは徳島で青ネギ栽培に取り組む若き農業経営者堺隆弘さん。愛知で200ヘクタール以上を耕作しかっこいい農業を実践する高村明弘さん。宮城で米と野菜を育て農業の可能性と未来を見つめる村上和幸さんです。久保田さんの製造業の工場の中でですね、安全というところをですね確保しながら皆さんが作業されているかというところを見ていきたいなと。率直にラインが見れればいいかな。はい、楽しみですね、はい、ありがとうございます。企業が行っている 5S の対応とか動線の使い方とやっぱりどこまで効率よくしてるのかっていうのを確認していきたいなって思っております、はい、では早速工場の中へと行きたいところなんですが、何事も安全第一でなければなりませんので、交差点や横断歩道を通行するときは一旦停止して左右を指差し故障で車両等の通行がないことを確認して横断しなければなりません。ということでヘルメットをかぶりまずは練習を。ひとまず村瀬さんが見本を見せます。右よし左よし、はい、このような形で右よし左よし、せーの、右よし左よし、進みます。はい、ありがとうございます。無事安全確認を身につけたグラウンドブレイカーズは堺製造所の内部へ。ここ堺製造所では1年間でおよそ3万7千台ものトラクターを生産、世界各国へ輸出されています。100年の歴史を持つ久保田のマザー工場、研究開発部門もあり最新の技術や製品の開発が行われているんです。コツコツと積み重ね気づいてきた基本理念、久保田生産方式 KPS に基づき、より良い商品をスピーディーにお客様にお届けするための日々の改善があります。今日はその改善の一部に迫ります。こちらはエンジンのラインになります。エンジンの製造工程を見ていくんですが、このエリアをご案内いただく方をご紹介します。横田職長です、よろしくお願いします。エンジン製造の組み立てか横田です、よろしくお願いします。体を動かした後の食事が最高とおっしゃるエンジン製造部の横田職長。この組み立て課では、立て方ディーゼルエンジンの生産を行っておりまして、2022年でちょうどエンジン製造が100周年を迎えますので。実は久保田のエンジン事業は今年で100周年、歴史ある現場にグラウンドブレイカーズが潜入です。こちらのエンジン組み立てラインには4つのコンセプトがあるようで、まず振り向かない、振り向いた作業をしないで、歩かない歩かない歩かないで、手元か手元か手元かで、誰がやっても同じ作業ができる仕組みを作れということで、4つのコンセプトで、ラインを構築していくという形になります。動きの無駄をなくす工夫、まずは振り向かない。そのために組み立てる部品は前方から供給されます。そして歩かず手元で組み立てるために作業ツールを40センチ以内に配置することで背伸びもせずに作業ができます。さらに今ここ通ってるのって何？はい、こちらの発生は AGV といいまして、はい、無人搬送装置
運搬の無駄とか、はい、そういうのが問題出てくると思うんですが、はい、エンジンを例えば運搬するというのは運搬するだけ人がいますので、うん、そういうのをなくすために無人で搬送を取っているということで、うん、AGV機の利用させていただいています。基本的には作業標準というのがありますので、全てこの部品に対して、こういう標準表で、はい、組んでいきなさいよ、でこのツールを使いなさいというのは全部決められております。すごいですね。見てる間にどん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 流れていく。そうですね。今日この作業者が入ってまだ10日ほどなんです。そうですか、はい、ある程度この形仕事はできるようなんですが、こうやって見てもらうと分かるんですが、姿勢が非常に悪いですね、はい、しゃがむっていうことです、はいはいはい、でベテラン作業者だったらしゃがまずやってくるんですが、はい、こういうのが改善のポイントになるんです。例えばもうちょっとワークを上げないといけないねとか、はいはいはい、そういうところでこの作業姿勢っていうのも組みながら改善を次にやっていくという形です。そして久保田が力を入れているミスをなくす改善ポイントとは？この白いボックスが、深よけ装置という形になりまして、例えばこのボルトを締めないとエンジンを出せないよ、で全部締め終わったら勝手にツールが上がってきます。で締め忘れをしますとツールが下がったままになってますので、締め忘れをしてますよという感じで流せないという。締め忘れながらすごい作業をしてる中で、すごい単純作業をしてるじゃないですか、はい、単純作業をしてる中で社員さんのやりがいっていうところをどういうふうにこう作っていけるのかなって、やりにくいとか、うん、これ手伸ばせるとかいうところがありますので、うん、そういう気づき改善ポイントっていうのを実はこう出してもらうようにしてまして、なるほど、でそれを我々が改善するか、うん、簡単なものに関しては自分たちで改善していく、うん、常にやっぱりこう疑問なぜなぜっていう、そういう意識を持たせる、うん、だこれが当たり前じゃないんですよという意識を常に持たせるっていうのが、うん、そんなポカよけ装置をグラウンドブレイカーズの皆さんに実際に体験していただきます。ポカよけって何のことがポカよけなんですか？いや、ポカをなくすっていうことです。ああ、そういうことですか、はい、要は作業ポカをなくす、やり忘れとか締め忘れのポカをなくすよっていうのはポカをよけるっていう、あそういうことです。ポカよけるなるほど、はいはい、でこれを取るんです。取ったよっていう感じになって普通が下がって、はい、でどっか1本締めてください、はい、で、ずっと押さえたままにしてもらったら勝手に止まります、はい、トルクアップで勝手にエアが切れますので、はい、で取ってもらって、はい、で2本ですね、どっか2本締めてもらって、途中で止めてもカウンターが上がらないという仕組みになりますので、必ず そうですね、トルクアップになるという形になります。だからすごい、中途半端なトルク不足とか、はい、そういうのもないという。あ、そういうことだから間違いが起きないってことなんですね、はい、そういうのもやっぱ品質不良って出るんですよ。あ、やっぱ人間ってやっぱミスを繰り返すもんですので、はいはいはい、だからどん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 これをバージョンアップさせていく。なるほど、まあまりにも自動化とか小買い受けとか頼りすぎると、作ってる人間の品質レベルとか安全レベルっていうのがどんどん落ちていきますよっていうことは気をつけながら工程を作っていく。久保田さんの中でのこの改善っていうところでいうと、最終的の完成形っていうのはどういうふうな形のものをイメージされてるのかな、うん、なかなか難しい質問ですね、はい、改善の終わりはないと私は思ってます。なるほど、はい、一番の改善も無人化ですよ。人が結局は物を組まないといけませんので、人がいる限りは改善はもう無限大にあると思ってますので。改善が奥深いことが分かったところで、横田職長とは一度お別れ。ミッションラインより先はこちらの浜崎職長に案内してもらいます。ちなみに浜崎職長、最近現場の作業が減ったので運動に励んでいるんだとか。ここミッションラインでまず見せていただく改善したポイントとは、こちらはですね、トランスミッションのピッキング工程になります。ピッキング、つまり部品を払い出す工程ですね。 AGV を使ってピッキングやってますので、ご紹介したいと思います。はい、今入ってきました。基本的にはランプピッキングというシステムを使ってます。ランプがついた上の箱ですね、の部分の部品をデジタルで数字を表示してますので、その個数分だけ取って台車に乗せていくということで、いかにこう誰でも間違いのないようにというところもですね、工夫されてるかなというふうに思います。消してから取るんじゃなくて、取ってから消すんですよと。消してしまうともう先に分からなくなるので、部品をですね、当初は取り寄せるだけでのようなピッキング作業だったんですけども、一部こう組み付けながら作業をやることで、1回取ってまた組み付けると1回分タッチ
回数が触る回数が増えるんですよね、はいはい、ですからもう取った時にも組み付けていこうと。これちなみに取りながら組み立てていく工程の中で間違えたりしないですか？そうですね、あの基本的には作業者はもう標準作業を頭の中に入れてますので、はい、基本的に間違わない。間違った時は分かるようになってます、まあ、基本的にミッションの場合組めないですね。あ、ギアがこう噛み合わないとか、そういうふうなポコ上げもなってますし、まあ、あのここの工夫したところはですね、この AGV の上に乗って作業するっていうところですね。以前はこう歩いて歩行しながら作業してたんですけども、はい、やはりそうすると歩行数ですね、歩く回数というのは改善作業にとってですね最大の無駄でもありますので、そこをいかに省くかっていうところで AGV の上に乗って作業させる、疲れさせずにいかにこう作業させてあげるかっていうところがやはり、いい仕事につながるのかなというところでこういう改善に結びつけました。そしてピッキングした部品を使い組み立て、この工程でも工夫して改善されたポイントが。でここの特徴は見ていただいた通りですね、あの工具がこう自動で降りてくるようになっています。必要な工具が必要な時に降りてくると、次々勝手に降りてくる作業の動作自体を部品を取るところから工具仮止めして工具で締め付けるっていうところまで細かく分析してから出ないとこういうところまで行き着かないんですよね、うん、この形になるまで2年かかります。映画の世界ですねこれね。ありがとうございます。4つの無駄が再現されてますね、はい、しゃがむ動作ですね、歩行、手を伸ばす動作、探す動作ですね、ストライクゾーンというあれところにね、部品のを常に集めまして、常にこうストライクゾーンの中で作業することで動作の無駄を最小限に抑えるというところで目的で作らせてもらっています。続いてはトラクターの運転席キャビンのラインへ。ここでは部品を効率よく組み付ける改善が見られるんだそう。ここの工程の特徴はですね、先ほどとのミッションとは違って我々が俗に言う岡持ちっていうものを使ってやっております。それどういうものかって言ったら、工具をですね箱の中にこう集中させて入れてね、工具箱みたいな形で手元に置いてきてですね、取る姿勢に置いてですね、取りながらこう作業していくと。でまた部品についてもですね、このように整列させて部品をね作業者に供給させてあげて、探す動作の無駄をここで省いてあるような工程になります。よくあのジットっていう考え方なんで、必要な時に必要なものが必要な数だけっていう形でジットという考え方があるんですけども、それにプラスしてね、必要な姿勢と必要な順番というところで新ジットにね近づけようと、改善をですねここで取り入れてやっていっております。我々のものづくりの特徴としては完全一個流しっていうのが特徴で、この1台を組むための部品が全てここに集中させてね、組むことによって無駄なく間違いなく組み付けられる。それとも皆さんこうお気づきでしょうか、これ実は言うとこの AGV の上でね作業をやってるというところなんですよね、はい、これじわっとこれ動いてるんですよ、実は言うとこれ AGV 動いてるんですか、動いてる全然気づかない、動いてます。ここの工程が次の工程まで19分で動くようなスピードでね動いております。この台車も一緒にこうくっついて、連結してる、牽引しながら動いてると。 RPG の主人公がこう何人か連れてね歩いてるのと同じような形状かなと思います。本気製造部第2課の谷口翔です。今年で3年目になります。普段はトラクターのアクセルであるとかクラッチ、ブレーキペダルなどを組んで作業しています。スポーツは中高とラグビーをしてました。最後にボールをもらって点をトライを取り切るっていうポジションをやってました。私の心がけは安全作業です。私自身が怪我をしてしまったりするとラインストップにもつながって、トラクターを待っているお客さんのところに届かなくなってしまうので、それをしないために安全作業、守られているルールを守るっていうところをしっかりと徹底してやっています。一つインパクトを占める作業でも少し滑らしてしまうだけで手をぶつけたりとかっていうのもあるので、そういう細かいところを意識するようにします。危険予知を最初に作業する前にして、でそしてそれから作業に入ると安全に作業できるかなと思います。本気製造第1課、木島智則です。小型トラクターの生産を行っております。私は品質業務を取り扱っております。私の心がけはお客様満足度 100% です。
確かな品質でお客様に感動を与える製品を作りたいと考えております。その土台となるのは確かな品質だと考えているからです。私の実家ではクボタの製品を使っております。お父さんに聞いた話によるとトラクターがなくては仕事にはならないと言っていたので、お客様は一番大切なトラクターを待ち望んでいるんだと思ったからです。エンジン製造部組み立て課清川ひろとです。作業者の設備壊れた時とか対応するリリーフマンという作業をやってます。小中と空手やってました。やっ、私の心掛けは笑顔です。私は品質の高い製品を生産提供するために作業効率の向上と、あと生産性の向上、あとコスト削減の3つのことを考え日々改善を行っています。1人の作業者、1人のお客様、クボタに関わる1人でも多くの人に笑顔になってもらえるように積極的に取り組んでいます。仕事やってる上で笑顔で楽しくやってたら、やっぱ全体的に活気もあふれて明るい職場になると思うんで、例えばで言うと、書類置き場の書類の取りやすさとか、作業で使うインパクトの取りやすさとかを、10ミリ、20ミリでも手元化して1秒でも2秒でも早くできるように意識してやっています。再び工場見学です。まもなく大型トラクターが完成します。今まで見てきたトランスミッション、キャビンをドッキングさせて最終にですね、製品にするラインかというふうに思います。これが最新の機械になります。 M6 の142という形式ですね。になります。基本的にはパワーシフトだけなんですけども、トランスミッションのケース自体は CVT にも対応できるなってなってるようなミッションで、このケースを使ってまた CVT に用いたり、そういうところも考えているというところの一つ。すげえ、上なんか動いてる。ほんまや。何これ。なんすかこれ。これ降りてくるんですか今から。あ、キャビンがこの上に乗っかるんですか今。黄色の柵がこうスライドしてですね、はい、上のゴンドラに積んであるキャビンが自動的にね降りてくると。おお。下から見るとでかいね。でかいですね。ついに完成、ラインオフとなります。完成したトラクターは様々な検査工程を経て安全が確認され、農家の皆さんに届けられます。ちなみにこちらでは馬力を測定しています。それではここからは、先ほど案内してくれた職長の2人とグラウンドブレイカーズとでトークセッション、ものづくりの改善を深掘りします。工場見学いかがでしたでしょうか。1ラインで、ね、いろんな車種を作っていくっていう部分のやっぱり創意工夫、あれがやっぱり同じような部品であってもね、部品一つで違うものができてしまうのと、生産台数っていうところがね、やっぱり普通の車と違うところであって、アイテムが多いっていうのは創意工夫がないと実現できないね、ところが、本当にすごいのかなっていうのはね思うね。人が振り向かないとか、こうなんしゃがまないとか、やっぱ簡単そうなことを言ってたんですけど、すごく難しいことを時間をかけてそれを工夫してその仕組みを作っていくっていう、そのなんか根気強さ、今回はすごくこう印象的だったなと。酒井さんや高村さん、村上さんはすでに農業経営の改善のためにさまざまな効率化という部分を実践してきて、農作業や農業経営における効率化についてお聞きできたらなと思うんですけれども。効率化で言いますと、私たちが、生産の拠点に置いている徳島県なんですけど、やはり1枚あたりですね、やっぱ1単から2単っていう面積の中で、やっぱ大型の機械を入れることができないような、土地条件の中でいかにどう効率的にやっぱ作業を行っていって、こうコストを削減していくか、作業の作業時間というものをデータを集積していかにこう効率よくしていくために、皆さんで創意工夫しながら意見出し合いながらですね、計算したりとかですね、あとはやっぱそのどういう人事配置が効率よく、まずかつ人件費が抑えれるかっていうような、この人の配置のバランスですよね。私と警察を使ってるんですけど、警察の方でその土地の
収穫量とか食味のデータとかそういうものを毎年データを蓄積して、収量の取れない途上のいわゆるこうもうちょっと収穫量を上げる製品設計など、それを数年こう続けていくことで最適化が、やっぱりそれも効率だと思ってますので、あとはその最適化を行った収穫物をあとは自分たちの工場で玄米まで精製して、プラスあと検査までして、物の動きを最小限にして、私たちの工場から出るときはもう納品する会社に行くっていう、改善して無駄っていうよりも動きを少なくすることで利益の最大化を行ってるっていう形ですね。やっぱり問題が出てくれば当然それに対して改善をしていくっていうのは、まあ、皆さんをね同じだと思うんですよね。でその問題が、まあ、例えばうちの場合ですと、まあ、急に面積が増えてくる、いる人数でその面積が増えた部分をどう補うか、堆肥を今、まあね、例えば1600トンぐらい圃場に撒いてはいるんですけど、一つ堆肥を撒くっていう工程だけでも、ね、やっぱりいろんなすごい手間がある中で、いろんな機械を試し試し使った中でロールベーラーっていうものを使ったら、たまたまね牧場の餌と同じように堆肥がロールにできた、たったそんだけのことでも、まあ、改善でコストも抑えれるし、実験もしながらやっていかないとなかなか改善はね一発で決まることが多分ねやっぱないですからね。今日見ていただいた無駄と振り向きの無駄とか、しゃがむ動作の無駄とか、そういうところをピックアップしながら目についたところを改善していくというやり方もあると。課題解決型っていう考え方もあって、5人のところを4人でやろうというような目標を立てて、じゃあその4人になるためにどこの無駄をピックアップして改善していくか、どういう作業配分にしたら4人になるか、そこの課題に対してひたすらその計画を作ってですね、ありたい姿に向けてねやっていくっていう考え方も非常に重要かな。酒井さんも最近新工場を建てられたということですが、今回ですね、建設した工場に関してはやっぱ効率化であったりとか、まあ、その作業動線というところを気にしながら設計をしたんですけど、収穫してきたネギを搬入して、そこから選果作業をして冷蔵庫に入れるまでの工程の中で、いかにこの無駄をなくすかっていうのはものすごく意識しながらですね設計したところはあるんですけど、まあ取り組んでることに関しては、まあ、1人当たりの、まあ、その生産性であったりとか、まあ、大体1時間あたりに、まあ、収穫してきたコンテナをどれだけこう処理できるかとかですね、そういうのを各個人ずつにストップウォッチをですね、設定して、まあ、カウント打っていってもらったりとかですね、平均的な数値っていうものを出していってですね、新しい方が入られた時にも大体まあ1時間あたり、これぐらいのケースをこなすのが平均だから、これを目指してとりあえずはやってくれって言ったり、機械化、自動化による効率化を進めるにあたって横田社長、何かポイントがあれば。まず作業分析というのが一番大切になると思うんですよ。楽に作業ができる、例えば物を運搬するとか重量物を運ぶ、でそういうものに関してはオートメーション化を進めていかないと、まあ、作業者の体も持たないっていうのもありますので、やっぱこれがダイバーシティが進んでいく中で、単純作業とか重量物とかは自動化を進めていって、人に絶対頼らないといけないところはやはり人がやるべきで、そういうので感性をどんどんつなげていって、それをやっぱ後輩に引き継いでいく。農業も感性とか自動化っていうのはやっぱり機械のように人を使うっていうわけではなく、しっかり人の感性で育てていかないとその後のステップがない。作物自体も生きてるもんですから、そういう意味ではやっぱりこう、あ、工場でもしっかりその感性とか自動化の中でも感性をしっかり引き出してとか、私はお米の場合1年に1回しかやっぱりその作業のなんていうんですか、経験が積めないから、1人前になるのに何回もっていうと、もう5年6年っていうその時間をどういうふうに早く育ててあげれるのかなっていうのを、ちょっともう一回帰ってもっと熟考して考えてみたいな。人材育成につながる話が出てきたかなと思うんですけれども、農業経営においても規模を拡大して人を雇用するようになると、まあ、どうしても人によっての作業のばらつきがあるというおっしゃる経営者の方もおられるかと思います。まあ、今回久保田さんの場合だと一つの工程を逆に誰でもできるっていうものを僕らもやっぱり一番望んでるんですよね。ただその工程自体が多いもんですから、順番にまあ一工程ずつやって、それで全てを網羅できる方がいろんな工程をね、全てのことをヘルプでそこにポンって入ってやれるっていう人材をやっぱり増やす
逆に言うと全員のスタッフがそうなるのを僕らは目標にやってますね。ちょっと聞きたいこと、例えばその教える人によって教え方が変わるっていうことはあるんじゃないのかなっていうふうに思うんですけど、はい、そういうところのギャップっていうか、そういうところをどうやって埋めてるはるんですか。教える人々によってやっぱ教え方が全然違ってきて、やっぱりその指導されてる子っていうのは結構こんがらがったりすることがあるんですね。それをまあ防ぐためにも動画でその作業工程のマニュアルを作成しようかっていう動画を見ることによって、その子が作業を取り掛かる前にその動画を確認して、やり方っていうのはちょっと難しいかもしれないです。機械の操作の仕方ですよね、うん、そういうのをきちんと動画で学んでおいてからそこに取り組む。まさしく今我々の職場でも同じようにこう動画の標準化表っていうのを作ってて、でやっぱり今の時代の流れに乗っていこうということで、今やっぱスマホ世代になってきてますので、紙にダラ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 書かれてても興味がない。スマホとかそういうもので見れるようなちょっと標準化用っていうのを一つラインでモデルで今作っていってると。でもそれでもやっぱどん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 また追加になっていくっていうので、やっぱその編集っていうのがかなり大変なんですが、根気よくもやっていくしかないのかなと、うん、僕らもそうだ、あの過去にその動画をやっぱりその作って見てもらうっていう体で作るんではなく、逆に新人の子たちに自分で動画を撮らせるんですよ、うん、で人がやってる作業を動画で撮らせる、もしくは自分が機械に乗ってるところで自分でカメラをつけて運転しながら説明をする。それをしたことで自分が今までやってないことを喋ってるんですよね、うん、それで気づいて少しずつ成長して、それがまた次の子が同じようにやってくれたっていうことが昔過去にあった、うん、僕らが言うんではなく自分たちで気づいてやっていってくれる人材になっていってくれると、おのずとねその周り全体がじゃあちょっとねこれやってみようか、今後の課題は若い子たちの戦力をいかに作るかが多分ね一番のね、そうですね、大事なところだもんね。大事なところですね、うん、最後にこれからの工業そして農業についてお話しできればと思うんですけれども、作業をやってる中で 90% は無駄なんですよ。で価値を生んでる仕事って 10% しかなくて、そうなれば 90% 分改善ができるよと、お互いおそらくもゴールはありません。で人育てるのにもゴールはないと思いますので、まあ、どんどん新しいことを取り入れながら、まあ、新たなことをいろいろ挑戦しながらやっていって、まあ農家を我々はサポートしていく、で農家の人はどん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 今以上に、日本農家を農業を盛り上げてもらうっていうために私たちも全力を尽くさないといけないのかなって。農業経営っていうのも非常に非常に難しいんだなと、人材育成っていうところに至るまでどうやったらその農業として自分の工場また自分の経営がうまくいくんだろう、また行く手には日本の農業がうまく回るんだろうというところまで考えてらっしゃるんだなというところがすごく受け取れてよかったなというふうに思います。いいものを安く安心安全な製品を、高品質な製品を改めてお客様に届けていくべきやなというふうに思いましたので、また今後とも久保田農業機械ご愛顧の方よろしくお願いしたいと思います。まあ、やっぱりこの近年っていうのはすごくやっぱこう技術革新っていうところがすごく発展していってるのかなっていうところもある中で、農業のその栽培の技術だったりとか、まあ、やっぱ機械の方もどんどんやっぱ進化していってるなっていう、僕たちも今後やっぱ農業を経営していく中で、まあ、今までとは全く違ったやっぱ農業の新しい形っていうものを次の世代に残していければいいなっていう。まあ、多分今後ね、まあ、エンジンだけにとどまらず電動化車両っていうものがどんどん変わってきてて、で異業種がどんどん車に、ね、展開していくっていう部分で考えれば、久保田さんが全然車産業にもう入ってきちゃえば、もう全然ねもう今までの積み重ねの経験があるわけですから全然できちゃうんじゃないかなっていうところを僕は今後期待したいぐらいですね日経ビジネスかな、で何かで北尾社長が言ってたことで、地べたのガーファになる久保田でさえ海外に全部全ても行ってる、やっぱ農家も今後物が余ってる余ってるって言われれば違う行き先を探さなくちゃいけないと、ということはもう単純でやっぱり強い農家が手を組んでやっていける農業、やっぱ強い人たちが強い人と手を組んでやっぱ進んでいける地べたのガーファの一翼を担いたいと私たちも思って、まあ必死に頑張っていきたいと思ってます。皆様本日は長時間ありがとうございました。ありがとうございました。私たち久保田は
農家の皆様に使いやすくより良い商品を届けたいという思いで日々生産ラインの改善を行っております。そんな私たち久保田一人一人の思いが今日ご覧いただいた皆様に届いていましたら嬉しいです。本日は皆様ありがとうございました。ありがとうございました。